生き物たちの求愛がおかしすぎる。我々生き物たちは食事をとるのも逃げるのも寝るのも助け合うのも全て生き抜くために行いますそして空腹や天敵などの苦難に乗り越え自分の遺伝子をより多く効率的に残そうとしますそんな遺伝子を残すときに求愛やディスプレイというのはとても大切です多くの哺乳類動物たちは体の大きさや強さをメスに見せつけることで縄張りと同時に食料の豊富さ安全性をアピールしていますメスは求愛を通して 相手が今後の生活に有益か遺伝子を残す相手にふさわしいかを求愛で確かめるのですですがその一方で世界の生き物には大切な繁殖相手を決める求愛の中でなぜそんなどうでもいいことで相手を決めるのかと理解不能な求愛がたくさんあります今回はそんな変な求愛をする生き物たちを4つ紹介しますあなたと求愛とどう違うのか考えてみてくださいエーすぎるの紹介です変な求愛1青アズマドリ 体長約 30cm オーストラリア東部に生息している全身暗い、綺麗な鳥この鳥は庭しぞりかに分類されオスはキーワイの際に手の込んだ小屋や庭を作ることで知られており名前のアズマやも柱と屋根だけの建物と似た小屋を作ることが由来していますこの鳥のとにかく変なところは異常すぎる青への執着です小屋の周りの庭に青い鳥の羽や青い果実青い花他にも人間が作ったペットボトルの蓋からストロー、洗濯ばさみなど青いものがあれば手当たり次第に飾ります この巣のの出来栄えででメスが気にに入入れば小屋に入って成功ですこのように巣をアピールし求愛するという鳥は多くいて生活する上での居心地や自分と卵の安全性を見るのは当然のことで立派な巣を作れる鳥はモテるのは当然なのですそのためこだわりが異常で気持ち悪いですが巣を見て判断するのはそこまで変なことではないのですそんなアウアズマドリこのオスがこだわりまくって一生懸命作った巣実は実用性がゼロです 養護も悪く卵の安全性もゼロなんですむしろ青が目立ちまくって敵に卵の位置を知らせることになりますそのためメスは繁殖行動を終えると自分で別の場所に巣を作り卵を産むのです この巣全く必要ないのです。なぜ使えもしない巣を作り、青にこだわり、装飾した庭を作るのか、意味がわかりません。青にこだわり、物を集めるのは並大抵のことではありません。努力が必要です。それでもメスは、青さが少しでも気に入らないと、オスを振り飛び立ってしまうことも多くあります。意味のないものを作らせ、意味のわからない理由で振られる。青にこだわった結果、気持ちもすっかりブルーになるのです。これが何の役にも立たない。青にこだわった巣を作る。青はずまどりです。変な q は2つ目。 大オオ重約10センチ体は細長いのが特徴の小魚で日本近海でも兵庫県から山口県で見ることができますこの魚は穴をすみかとします手頃な穴を見つけると細長い体を器用に入れ自分の巣穴にします体に合う穴というのはそう多くないため穴の奪い合いや縄張りなどで頻繁に争いが起きますお互い戦闘態勢になると殺意を向け威嚇する口を大きく開け開く角度はほぼ180度顎が外れないかと心配になるほど口を開け攻撃するぞと脅しますではこれからどんな戦いが繰り広げられるのか 映像に映せないほど噛みつき合い殺し合いが始まるのかと想像してしまいますがオオカズナギの戦いはこれがクライマックスです噛みつくでもなくぶったくこともなくただ自分の口を全力で開き気合と迫力で脅すだけで押し切ろうとしますそして勢い余ってオス同士不本意にキスしてしまうのですそんな戦いをするオオカズナギなんですが QI が気になります どんな求愛をするのかというと、全く同じなのです。好きになった相手を見つけると、自分のでかい口を開け、口の大きさだけをアピールし、気合と迫力だけで押し切ろうとします。噛み合うことはないため、決して強さではないのです。ただ、大きさだけなんです。 きっと戦いの興奮も性的な興奮もごっちゃになってわからなくなっているんでしょうそしてメスは何が魅力的なのか口がでかいオスが気に入るのです強さではなく口がでかいだけで何がいいんでしょうか口がでかくて褒められるのは結婚式でケーキ食べる時くらいですよねオオカズナギの求愛は理解不能ですこれが喧嘩も求愛も脅すだけの怒カれ魚オオカズナギです 変な QI3 つ目はマダラアグーチ。中央アメリカの森林に生息するネズミの仲間の動物。体重約50センチ、体重約3キロ。小さいカピバラ、大きいイスくらいのサイズです。名前にマダラとつくのは体毛に細かい点のような模様があることからその名前がつきました。耳には体毛が生えておらず、光を通すほど皮膚は薄くピンク色になっています。この動物が発見された当初、研究のために誰かが耳にピンク色の印をつけていると思ったほどだそうです。そんなピンクが似合う可愛い動物なのですが、この動物は QI が最悪すぎます。人間を含め、多くの動物は、 匂いを情報として用いられ仲間か敵かまた異性か同性か匂いで判断しますこの体が出す匂いのことをフェロモンといいこのフェロモンは相手を選ぶ上では重要な情報の一つですこのフェロモンを利用してマダラーグーチのオスはメスに自分をアピールします一般的なフェロモンをかかせる動物たちの求愛方法は相手に近づき寄り添うのですがマダラーグーチのやり方が最悪で好きな相手を見つけるとフェロモンが含まれる尿を体にぶっかけます 尿ってて排泄物ででとても汚いんですよね自分だったらぶち切りそうですがメスはこの匂いにいかれたのかその気になり相手を好きになってしまいます匂いは相手に寄り添いくっついても伝えることは可能だと思いますがそんな周りくどいことはしないんです直接素早く効率的に相手に伝える方法で尿をかけるというのはとてもいいんでしょういいのかもしれないと思いできたややこしくないし効率的だし人間もこんなシンプルなら平和的でいいかも。 いや、全く良くない。俺の気持ち、嗅いでって送られていただけで、トラウマになり、精神的苦痛を医者するための損害妃止を取れるレベルで気持ち悪い。逆に揉め事が増えるだけですね。美味しいイタリアンるから一緒に行かないと誘うべきですね。これが効率を重視して、直接尿をぶっかける、狂った求愛をする、マドラーグーチです。変な求愛4つ目、ヨートスレムス。オーストラリア発見された新種のハイトロイグモの仲間。体は小さく、リンゴの種くらいしかありません。この小さいクモの求愛は、先ほどのダイレクトに愛を伝える、マドラーグーチと違い、 とてもじれったく時間をかけて遠回しに愛を伝えますこのオスグモの第三の足にはカヌーのパドルのようなハート型に見える平たいきかがありますそのため名前のレムスはラテン語でオールやパドルの意味がありますこのパドルに見えるきかは柔らかい毛でできていてジャンプをしたり泳ぐときにも使われます本当にパドルと同じ役割があるんですねこの珍しい特徴的な足は重要なことにも使われますそれがきゅですですがこの雲はとにかく積極性がないメスを見つけてきゅをするときもメスの前に現れるわけではなくまずメスがいる葉っぱのかに隠れて 自分の足を少しだけ見せそして隠れる少しだけ見せ隠れるメスがオスの存在に気づいてもオスは足を見せ隠れるを繰り返すのです男なら目的に積極的にビビらずにいけようとマイケル・ジョーダンなら怒っています 始末空いてるなんでやっぱなんでもないを繰り返す育児なしようと同じです愛されたいならそう言おうぜ思ってるだけじゃ伝わらないぜと米津玄師でも怒るほどですですがこの雲がこれほどまで時間をかけ周りくどく積極性がないのにも理由がありますそれがメスはオスがタイプじゃないとオスを食い殺してしまうからですそのためオスはメスが襲ってこないか何度も何度も恐怖心に顎をガクガク揺らしながら確認しているのですもし捕まってしまったら遺伝子を残すどころかメスの障害器でこの世から消されてしまうのですまさに天国と地獄が紙一重 そして、紙一重の落差がありすぎる qi なんです。振られでも精神的ダメージだけで済む。人間でよかったなと思いますね。これが天国か地獄かすぎるヨーテス・レムスの qi です。 はいいかかがだったでしょうか青にこだわって愛の巣を作るが実用性ゼロで無意味すぎる青アズマドリと喧嘩も求愛も同じで口の大きさを見て何の意味があるのか理解できないオオカズナギと尿をかける最悪な求愛をするマダラアグウチと求愛が命がけ天国と地獄すぎる求愛をするヨーテスレムスを紹介しましたこんなに変でもこんなに意味不明でもこんなに残酷でも全てが愛です世界の生き物たちもこれほど意味不明な愛の形があり正解が分からず一致していません そのため人間において恋や愛の正解なんてきっと一生わからないと思いますなので自分に置き換えると正解かわからないけど間違いではないなと思って生きようと生き物たちを見て思いました以上変な9割の生き物たちを紹介しました評価コメントいつもありがとうございますご視聴ありがとうございました